はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今年も始まりました YouTube です。開幕戦ということで、開幕全部やられましたね。お任せします、どうぞ。すいません、もういつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、僕が本当に喋るよりも社長が喋った方がいいと思いますし、じゃあ最初だけ僕が行きますね。はい、はい、今日はあの開幕戦 J2 第1節、待ちに待った開幕戦です。東京ヴェルディ戦ということで、来場者プレゼント、はい、ありますか。はい、ステッカーと、はい、これをハリセンとステッカーですね。はい、このようになってます。あ、ステッカーこちらですね。はい、今年のスローガンの 100% 予想以上、理想以上のステッカー。この間オルビハリに行った時に、はい、海田さんが自分の個人の目標にしようかなっていうことを言ってて、はい、おっしゃってましたね。はい、で結構なんか自分の個人の目標にしますっていう方多いので、今年1年これを見えるところに立って、はい、自分もリハリも頑張るとか。なるほど、使い方がいいかなと思って。いろんな使い方ができるってことですね。まあ、リー君のパソコンにもね貼ってある。これから貼る。貼ってないね、またね。全力で光るの貼って 100%、 確かにね、 100% 出すってなかなか難しいんですよね。でも、ビビ君は選挙でね、120% 出したね。出したね。100% 以上出したね。うん、それでまあ、2位だったんだけどね。頑張った結果、2位で。あと、ビビ君。今、何個ですか？ 92。92。あと8個じゃ、100まで。うん、まで頑張りましょう、ね。はい、でも総選挙で1位になったマリノスが、うん、1位になった瞬間めっちゃ喜んでたよ、ね。それがね、なんかすごいっていう話をね聞いたんですよ。自分は2位だったけど1位だったマリノス君を称えたっていうね。素晴らしい、よく頑張りました。ということで、ちょっと話それましたけど、みんなね、はい、真似しても頑張ってくれたからね、うん、はい、はい、行きましょう。続きまして、豪華ハーフタイム抽選会ということで、うん、はい、これはまだ発表できない。今日はあの、ファンブリーマッチの日ではないんですが、はい、ということで、あの、スポンサーさんにご協力いただいて、今年、オフィシャルスポンサー以上になったスポンサーの皆さんに商品をご提供いただいております。ありがとうございます。なんかミーティングの時に、はい、なんか商品のうちを見て、豪華すぎるから、これは豪華すぎるから減らしていいんじゃないかって提案したぐらい豪華。豪華ですか。はい、ってことは、これは来ないとダメですね。来ないとダメ。スタジオ来ないとダメなので、ちょっとね、今日は寒いし、雨なんですけど、まだまだ試合には間に合いますので、ぜひ。今年、今日も応募して、今年こそはね、当てたいですね、抽選会。ダメだって、ウィーク当たっちゃったらもう。うん、ウィーク当たると嬉しそうなものが入ってます。食べ物だね、それは。うん、また、場内の様子をお伝えするときに、場内の皆さんにご案内するものと同じタイミングで、もう一度、皆さんに、はい、YouTube の皆さんに見ていただけますので。わかりました。ぜひ。ぜひぜひ、まだ間に合います。よろしくお願いします。あとはね、東京ヴェルディからなんとリベルンが来場するということで、こちらこちらヴェルディ君とリベルン、ね、リベルン生まれたばっかだっけ、よくじゃなかった、まだね、そうですよね、2年ぐらいかな、2年目ぐらいかな。さっき会って、ちっちゃい、ちっちゃいの。さっき会って写真撮ってもらいました。はい、リベルンとの、先にごめんね、マスコット交流タイムが、はい、生でね、リビ君とリベルンが交流するという時間がございますので、そちらの方もまた楽しみにしてもらえたらと思います。あとは場内、場内のイベントか、はいはい、が、原田社長のシーズン開幕挨拶、ここじゃないですよね、ここで挨拶するわけですね、はい、ここではまだ挨拶が、はい、中の方で挨拶する、はい、あ、やば、先に言っちゃった。ごめん。そして、Jリーグマスコット総選挙2022の結果報告。
をビビ君がやるの、はい、皆さんにね報告をすると、はい、あとはビビ君とリベルの交流が非常にあるということですので、はい、楽しみください。さっきちょっとお金が来る前に、はい、あのリハレードに行ってきたんですよ。はい、リハレードで、あの今前防止の最中なのでおもてなしが基本あまりできないんですけど、はい、お持ち帰りでっていうことでいろいろお土産をもらってきて、あのお茶の島田さんとか、ああ島田さん、あと、はい、下浜アクローさんとか、あのいただいたので、ありがとうございます。で、あの3月もホームゲームやってくださるっていうことなので、はい、ぜひあの皆さんにも欲しい。で、この間諫早市行った時にいただいた諫早マットも配られていて、はい、新しいのです。はい、結構ベルディのサポーターさんも、すいませんすいません、ベルディのサポーターさんもいらっしゃってるっておっしゃってました。なんかそのマスク元選手をやってるカフェの、そうなんですよね、なんか乗っけてて本当ね、ありがたいなと思って、ちょうどこのねスタジアムの、ね、目の前にねやってるんですけど、ね、あのおしゃれなね、有名な高平さんの下にあの、ね、下に乗ってると、ありがとうございます本当に。ぜひこれを見ながら歩いてきていただきたい。いいですね。はい、あと今年、あの、はい、イヤーブックもですね、ちょっといつもとあの違う感じで、あの対談の読み物とかもいろいろ入ってますので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、お前田さんね、あの、あ、はい、アカデミーの方でね、ディレクター補佐、そうですけども、もうアカデミーの方で、はい、活動やってますので、はい、お前最後 B 君の方が好き。なんでだよ。ユニフォームもあるし、サインもあるし。買って読んでいただきます。はい。あまり中をね、お見せすると楽しみが、はい。ぜひ買ってください。買ってくださいっていうのもおかしいか。はい。買ってください。はい。購入してください。そして気になる方は。あれ。もう入って。もう入ってくんの？はい、じゃあお待たせしました、リベルンの登場です。ようこそ、ようこそリベルン。今日一人、今日は一人、今日は一人、手に、手に持つ。今日ようこそ。どうですか長崎は。長崎来れて嬉しい。初めてのお出かけですね。初めての出張だって。なんかね、ツイッターかな、ツイッターとかでリベルンがこういう帽子とかかぶって、あのビビ君に会えるんだって喜んでる動画を結構見たんですけど、うんうん、楽しみにしてました。めっちゃ無視するやん。でもなんかあれ、ビビ君にお餅持ってったらいいよってサポさんたちが教えてくださって、なんか昨日ツイッターでお餅持ったって、先にこれ言っちゃダメなやつ。あ、ごめんなさい、私ついついあの溢れ出てしまって。お餅持ってきた。あ、言っちゃダメか。あとでね。あとでね。ちなみにビビ君お餅今98？あ、じゃ94か。2。92だっけ？2か。92個。なんで、あと8個ぐらいあるぞ。あ、だめ。あ、まあ、まあ、分かった。そうだね。ごめんね、全部言っちゃった。ごめんごめん。ついつい。あとでね、交流タイムのとこで、わちゃわちゃやってほしいなと。ビビ君、これ見てる。ね。ちなみに前田さんはお餅何個食べた、はい、お餅ですか、うん、僕、食べてないんですよ、今年。ゼロ。ゼロなんです。無理だね。私、今日の朝、1個食べたんですよ。お餅お餅何個食べた？後でね。後でね。はい。話がずれました。すいません。こういうね、わちゃわちゃタイムがね、うん、あのもっと見れますので、12時20分頃かな、交流タイムありますので、ぜひこちら。今日スケジュール言ってなかったですね。もうスタメン発表か。この後スタメン発表。まず到着しますか。いいかなと思うんですけど、まだちょっと、はい、もうしばらくかかりそうです。まずがもうそろそろ選手バスが到着しますので、到着したらそちらで映像を流すと。で、12時20分頃からマスコット交流イベント、はい、25分場内イベント中継して、30分選手トークショーということで、今日は背番号30番の浅沼選手が
新加入の渡辺選手ですね。ビビ君も仲良し。マスコット大好き渡辺選手。渡辺選手が来てくれるということです。はい。で13時40分に選手紹介 VTR。今年バージョン。今年バージョンですね。はい。で45分に配信終了予定となっておりますので、ぜひ YouTube の方も最後までご視聴いただいて楽しんでいただけたらと思います。そうですね、忘れてましたね、はい、今年のポスター、はい、持ってっていうのもおかしいか、いい、大丈夫、はい、今年のポスターですね、選手全員、なってます、ついでに上の方に、ついでに、本当なんかね、ついでにね、なってるような、ポスター用のアングルですよね、うん、ポスター用のアングルで撮った、ビビ君も写真を。うん、かっこいいもん。ビビ君が持ってる方が、はい、アンダー22ですね。今年の、あの新しい企画として、はい、あの高校生とか大学生の皆さん、新社会人の皆さんにもどんどんスタジアム来ていただきたいなということで、うん、一回も来たことない方、ぜひあのアプリをダウンロードしていただくと C 自由席 あの招待券がついてきますので、ぜひお友達とお誘いの上でお越しください。でポスターに写真で映ってるのが22歳以下の選手ですよね。本当に今では試合にもバリバリ出て活躍してる選手がね、うん、いるので、ぜひ刺激になんかなってもらえたらいいなと、うん、今日ね、佐々木田選手とかも出てましたね。はい、楽しみ。はい、はい、ということでビビ君とビビ君、また後のマスコット交流タイムの時に出てきてもらうような形で、でいいですか。もうしばらくしたらバスが到着するのかなという感じなので、それまではわちゃわちゃしててもいいですか。何何何それは出していいんですか。大丈夫です、大丈夫です。これ出していい、ね、あ、そうですね。今日はあの豪華ハーフタイム抽選会プラス、スポンサーさんにご協力いただいて、はい、マン・オブ・ザ・マッチもっていうので、あのこの後、またあのパートナーの紹介もするときに出そうとしていたんですが、はい、何でしょうか。今日どうぞ。三井住友会場。それ動かさないでよ。さんから、今日勝利した場合、活躍した選手に、ヒルトン長崎ホテルの食事券の宿泊の3万円相当いただけるということで、はい、いや、いいなぁ。ビビ君が先に選手に乗っちゃいました。自分が取ったみたいにね。わーい、これ1人だ、3万円相当。そうです、だから1人で3万円使ってもいいし、うん、1人でもいいし、2人でもいい、いいじゃん。はい、ってことで行ってきたらいいじゃん。食事でもいいんですか。あ、食事でもいいの、はい、食事で3万円で、うん、リビ君がマンオブザマッチを取れるかどうかですね。あ、選手バスは到着、まあ、到着しました、ね、はい、しました。松田監督、今映ってましたね。はい、はい、新加入選手もね、そうですね、かなり今日はスタメンでも出るということで、はい、あらら、今日はあの皆さんにビッグブラックと大旗を場内に持ってきていただいて、選手たちをほぐしよう。ありがたいですね、本当に。雨の中、雨降ってますよね今。まだ降ってます、ね、ってますね。ちょっと場外をちょっと立っている人もいるぐらいなので、ここから少しずつ並んでいく感じですよね、はい、朝よりは雨の、いや素晴らしい。なかなかあの今スタンドでできないので、はい、あのここの場所で、ね、やっていただくことによって選手たちの近くでこう鼓舞していただけてありがたい。ピッチで出ると大きさが良い、うん、選手たちも見てくれたらいいけどね。なんかウェアもシンプルですね、うん、今選手が着てたウェアも。寒いんだね、やっぱベンチコート着てるもん。ブラジル人の選手とか寒いでしょうね。そうですね、
マイペースだな。こう外国人選手はキャンプに合流が少しこう遅れてるので、はいはい、調整とかも少しこう遅れてるみたいなところもいる人もいる。まあこれからまだシーズン長いんで。うん、難しいですね。はい。試合やりながらっていうのも、あれ？今これ最後の質問です。はい。そういう形で選手たちが登場と入ってきて、はい、それ試合が始まるぞというね。今、まあ、ちょっと今アウェイのバスも到着した。応募しました。今多分場内にはアウェイのバス来たところかなっていう。始まりますね。はい、開幕が始まります。はい。何かありますか？いやー、もう私今日と来週の横浜 FC 戦で社長としての、まあ、実行委員としてその試合に対応するのは最後になるんですけれども、はい、週末にこう J リーグ好きなチームの試合がある喜びって本当どの地域にもあると思うんですよね。私はすごいその楽しさっていうのを長崎で感じさせてもらったし、こうサッカーがある日常をがあることによって幸せになれる人たちがこう日本中に広がってたらいいなって本当に思っていて、まあ、実際そういう方も本当にたくさんいらっしゃるので、その輪をもっともっと広げていけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますし、ぜひ全国の中で長崎がその存在感をどんどん出していってもらえたら出身者としても嬉しいなって思ってます。あとはね、こうマスコット の友達たちがこの間 の運動会とかでもすごい盛り上げてくれてて、そういう、ね、マスコットのみんなと一緒に盛り上げていくことも J リーグの楽しみだと思うし、そういうこともビビ君に教えてもらったのでこれからも頑張っていきたいなと思ってます、はい。なんか終わっちゃいましたけど。これから始まります。はい、まだ、はい、はい。今から始まりますし。始まります。まあ、あれか、長崎に帯同できるのは残り2試合ってことですよね。はい。そうですね。でも、まあ、長崎を離れても、長崎を応援してくれると思いますね。はい。長崎出身なので。はい。まあ、そこは絶対に流れは持っていけると思いますし、はい、ビビ君も寂しくなりますけど、友達だもんね。今後ともね、はい、はい、盛り上げていけたらと思います。ありがとうございましたっていうのもおかしいので、はいはい、まだこれからまだこれからありますので、はい、とりあえず開幕ですので、はい、盛り上げていけると思います、はいはい、今どんどんお客さんも入ってきているところなので社長にも場内の方、そうですね、はい、この場内か、場内で開幕に、ここでは前田さんにスタメンの解説をして、時間もね、はい、松本交流タイムも始まりますので手短に行きたいと思います、はい、じゃあスタメンの方、はい、行きます。OK、 はい、スタメン発表されてます。もうご存知かと思いますけども、長崎は、新加入選手が 1,2,3,4,5 人ですかね、はい、半分は新加入選手で構成されてます。キーパー富澤選手で、右サイドバックに高橋選手、左に奥井選手が入って、クリスチャン選手、奥田選手という形かな。でここは2トップというよりもちょっと加藤選手が下がり気味で1位になるんじゃないかなと思います。あとベルディの方はおそらくですけども、フォーバックのこういう形になるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、昨年17ゴールかな取った小池選手は攻撃を牽引してくると思いますし、あとは長崎にもそうですね、じゃ梶川選手、高木選手もゴールキーパーで入ってます。懐かしい懐かしいメンバーですね、はい。まあ、高木選手は去年いたので、そうですね、あれですけど梶川選手は、
何年前だろう、結構前ですね。まだ若い時です。僕が一緒にプレーした時なんで、結構前ですね。まだカジが26、7歳ぐらいの時かなに一緒にプレーした選手ですので、個人的には非常に楽しみですね、今日どういったプレーをしてくれるのか。あとはやっぱり両チームともにシステムの違いがあるので、そこをどう開幕戦のこの緊張感の中でどういうふうに戦術を組み立ててくるのかっていうところと、あとはやっぱり先制点がすごく大事になってくる、特にですね開幕というのは緊張感もあるので、そういった中で先制点が取れると気持ちもね落ち着いて試合に入れると思うので、その辺の見どころっていうのは今日の試合は特にあるんじゃないかなと思ってます。はい、もう練習は見られました？見ましたよ、練習見ました。どんな雰囲気はどう？雰囲気は悪いと言ったらおかしくなるんで悪くないです。いいです、いいです、もちろんいいです、雰囲気いいですし、あとは新加入選手もこう馴染んでるなというイメージがあるので、今日はすごく楽しみですね。決起集会の時にあの選手同士結構新加入選手ともともといた選手と変わらず、はいはい、みんなでワイワイ盛り上がってる。あ、そうですね、あったので、はい、あと会員さん向けにあの交流、はい、選手ファン交流イベントをズームでやったんですけども、はい、そこでもあの奥井選手とか串引選手とか、加藤聖選手とか、はい、この若手がベテランをいじるとかっていうのも、ね、見られたので、そういった雰囲気っていうのがチームにはすごく大事になってくるんで、まあ、そういったことを考えると雰囲気はいいんじゃないかなと思ってます。はい、今日は期待したいですね、まあ、両チームともにですけども、いい試合をして勝敗はつきますけど、そこが見どころになってくるんじゃないかなと思います。ということでリベルに来た、もう少しですかね。これは今日も、はい、今日は、はい、ラボでガイドの方をまたやらせていただくということですので、できれば YouTube に聞いている皆さんにもスタジアム見ていただきたいんですが、はい、来れないという方はぜひラゾンで、はい、見てもらって、皆さんの解説も見どころがね今日はたくさんあると思うので、その辺をうまく伝えられたらいいなと思ってます。そこで、ね、ビビ君がもう準備してるんですけどまだ全然出てこないので、もういいよ来て。はい、ビビ君にバトンタッチ。じゃあ前田さんはこの後の、はい、行ってきますので、この後もお楽しみに。マスコット交流タイムです。座るの？そういうこと、はい、あとはもうお任せします。あ、交流タイム、餅？違って、餅じゃないって、あ、ご飯違う、はい、ごめんなさい。ゆうくんは今日の試合注目ポイントは餅？これ？じじゃじゃがちゃんね。あ、食い物ばっかやな。確かに、じゃがちゃんがね。サグルで今年登場してるので。はい、試合の注目ポイントはじゃがちゃんの。試合見ないってこと？あ、全部？全部ね。ちゃんと試合見てね。じゃがちゃん食べてもね。食べながらでもいいからね。また今年もね、スタジオたくさん、うん、あの新しいものを見たりしてるので。なんか、ビビ君と、こうやって出るのも久しぶりじゃないかな、ね、のような気がする。インスタライブ以来かな。そうですね、そうよね。スリーさんからイチゴ、あーイチゴね、うん、届いたでしょ。前さんも食べましたか？届いた届いた届いたのよ。そうで届いたから、それをビビ君にも
あげてってことなのかなと思って杉さんに聞いたら、ビビ君には別で送ってるっていうから、なんてやつだと思って。たくさん届いたよね。すごいわ。あの時言ったからでしょ、ライブの時に。ね、まさか本当に送ってくれると思わなくて。いちごの前。いちごの前。だからか、俺にもなんか踊ってってなんかコメントが来てたような気がする。だからか、だからか。そうだ、久々だな。ビビ君だって決起集会とかも行ってたよね。どうだった、楽しかった。そうよ、ほら呼ばれてないから。え？う？え、う？偉くなった。偉くなった。偉くなった。誰が？偉くなってない、なんでない。変わらない、変わらない。全然。全然変わらない。だからほらこうやって出てる。それはインストラクターとしての活動も、ね、もうやります、やります、もちろん。なのでビビ君と一緒にお出かけすることもまた、はい、ある。呼んでくれればね、呼んでくれればそう、アカデミーの方もねちょっとどんどん盛り上げていきたいからさ、ビビ君も協力してくれる、アカデミーの方。そしたらまた一緒になんかできるし、アカデミー頑張ってるのよ、本当に子供たちがね。トップももちろん頑張ってるけど、そこもなんかね伝えていけたらいいな。また潜入来た、アカデミー潜入。あ、決済ね。春名社長いるときにやったらよかった。あれ、もう準備できてます。あ、もう少し、もう少しね。今日どんなことやるんだろうな。リベルンとどんなことやるのかな。今日この時間は質問タイムでお互いに質問して。あ、お互いにね、質問タイム。はい。リベルン、今ブックしっかり読んだ。まだ読んだよ。選手たちが、ね、今年はリベルンの印象っていうのを聞いてて。すごいな。はい。いつもだったらプロフィールしかなかったんですけど、選手たちがそれぞれ今ハマってることとか、なるほど、気になる長崎のところとか。これ気になるな。その中にリビ君の印象ね。誰の、あ、また加藤勝選手のリビ君の印象。13だよね、13番ね。はい、かわいい。これ怒んないといけない。かわいい。これ怒んない。これは怒んないといけない。この横はヒジリ選手は、かっこかわいい。かっこかわいいね。これはまあいいね。お、カヨ選手は、クラブの象徴。これは、すごいね。カヨ選手がクラブの社長。いや違うって、ビビ君だって。あ、エジガル選手も可愛いだって。可愛いんだね。可愛いでいくか、可愛いキャラで。ほら、朝日選手も可愛いって。残念。他にもいろんな質問あるので。本当だ。好きな女性タレント、芸能人も書いてるんだ。へ、うん、前さんだったらビビ君の印象って何？ビビ君の印象？ずるい。ずるいです。はい。せこいです。せこい。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。オッケーで。ほら、そういうとこがずるいでしょ。こういうとこ。あ、ごめんごめん、話が長くなった。これもう大丈夫ね。じゃあこの後は、はい、リベルも準備できてますので、交流タイムスタート。ありがとうございました。ありがとうございました。リビ君、では改めてリベルちゃんとの交流タイムを2、3、4分。
分実施したいと思います。頑張れ頑張れ。ゆめるちゃん、改めて今日はありがとうございます。一石二鳥と書いてたのどこですか。リベルちゃん、今日は長崎に来てくれてありがとう、とっても嬉しいですと。ねえ、ビビ君楽しみにしてたもんね。そしてそして今日はビビ君、場内イベントでも、ね、お帽子のファッションショーをするということですが、この時間に、ね、聞きたいことはお互いにいろいろ聞き合いたいということで、今日は質問タイムを用意してますね。リビ君、そしてリビルちゃんが、ね、今日東京から来てくれましたが、お土産を持ってきてくれるとさっきスタッフさんから聞きまして、あ、人形焼き、東京の人形焼きです。リビ君ありがとうございます。なんとなんか箱には何か書かれてますが、なんかカメラ見えますかね。リビ君で、これはリベルンちゃんの字ではなく、あ、ベルディ君が書いてくれてる。皆さん読めますか。ベルディを応援してくれてる翔英さんの人形焼きだよ、これを食べると元気が出るよと。ありがとうございます。ね、嬉しいね、ビビ君。じゃあ、いただきます。ありがとうございます。ビビ君もね、プレゼント。あ、もう一個ビビ君あるみたいで。こちらは何ですか。ビビ君、これはお餅だそうです。お出かけの、ね、ツイッターしてた時にお子さんたちも書いてたけど、お餅好きをリベルンちゃん知ってくれてたんですね。ありがとうございます。こちらもビビ君、ベルディ君からのメッセージが入ってますので、しっかり後で読みましょう。ビビ君、そしてリベルンちゃん、ビビ君からもプレゼントがありますので、ちょっとじゃあ一瞬預かりましょうかね。はい、ありがとうございます。ビビ君預かろっか、大丈夫。はい、じゃあビビ君からのプレゼント、ビビ君さんへのプレゼントは手裏剣のクッションです。ビビ君ちゃん、ビビ君忍者に去年ハマっていて、ニンニンって言ってね、ビビの助けになったりしたんですけど、この手裏剣のクッションです。よかったらこのシールも一緒にね、プレゼントしましょう。さあビビ君、時間がね結構来てるみたいなので、早速質問タイムに移りますが、ビビ君じゃあ質問1個目、お出かけにアドバイスなどもらえましたかという質問です。あ、書いてくれました。ベルディ君は元気にお仕事してるんよ、とっても会いたがってたんだるん、お弁当とお菓子とお餅を持っていくといいって言われたんだるん、あと帽子も忘れないようにって言ってくれたんだるんと書いてます。ベルディ君がお餅もって言ってくれたんですね。ビビ君、さすがベルディ君です。ありがとうございますね。ベルディ君も元気でよかったね。もう一個、はい、リベルンちゃんが長崎でもぐもぐしたいものはありますか、ジャガちゃん一緒に食べたいとビビ君が書いてくれてますが、お、こちらも、はい、
たくさんあるんだ。カステラとちゃんぽんと角煮まんと長崎のお肉も美味しいって聞いたんだるん。ねえ、あ、ビワも食べてみたいんだるん。何がおすすめなんだるんと。ねえ、たくさん長崎の食べ物知ってくれてるね、ビビくん。ねえ、全部美味しいよね。どれも間違いない。ビワもビビくん大好きで、ねえ、後でいろいろ教えて、ね、ビビくん、長崎グルメを教えてあげましょう。角煮まんとかは、スタグルでも食べれるので、後でじゃあ紹介しましょうね、ビビくん。ビビくんは、ジャガちゃんっていう、今年からスタグルにもなったんですけど、雲仙のね、お出かけした時によく食べてた、ジャガイモがホクホクして揚げられてるね、串に刺さった2つぐらいかな、とっても美味しくて温まるのでぜひ食べてほしいですね。はい、じゃあビビ君、ビビルンちゃんからの質問にも答えていきましょう。ビビルンちゃんからは3つもらってます。今ハマってることは何だるん。あ、もう一回。あ、お餅ね、お餅です。ビビくんもね、年始からお餅にハマってて92個食べて、まもなく100個に行こうとしてたので、今日もらったお餅を食べたら100個いっちゃうんじゃない？ねえ、ねえ、楽しみだね、食べるの。ありがとうございます。そして2つ目が、お友達がたくさんいる秘訣は何だるん？ひびくん、これは書いてますよね。友達のみんな大好き、ビビルンちゃんも大好きだよと。ね、ビビくんみんなと、ね、ありがとうございます。かわいい、もう仲良しだね。ビビくん東京にもお出かけしてたけどね。そして3つ目があってですね、夏にアジスタにも来てくれるんかなとビビルンちゃんからいただいてますけど、はい、ビビルンちゃんも遊びに来てくれたので僕も行けるといいな。そうですね、ビビ君も春菜社長が今月末で退任をされるので、3月から岩下社長に決裁を取らないといけませんので、岩下社長にご相談してみるねと書いてます。ビビ君頑張って決裁をやりましょう。はい、ではこの後ですね、もう場内の方でお帽子、ビビ君の帽子をリベルンちゃんにね、かぶせてどれが似合うかなというコーナーがありますので、こっちの方に移動しましょう。じゃあリベルン、このまま引き続き一緒に場内行きましょう。 YouTube の皆さん、ありがとうございました。この後場内イベントの様子も YouTube でご覧ください。今回の商品としてビザギフトカード1万円分、そして竹中大工道具館大工の手ぬぐいをセットにして3名の皆さんにプレゼントいたしますよ。こちらもお楽しみなさってください。さあ、そして最後です。去年からサポートいただき、今シーズンはオフィシャルパートナーになっていただきました、ビファーレン長崎カレーの製造でも皆さんおなじみですよね、有明ジャパン様です。はい、今シーズントレーニングウェアの背中に入っていただいております。この後ですね、選手たちピッチ内のアップの際にぜひ皆さんご注目ください。さあ、今日はハーフタイム抽選会の商品としてカレー&シチューのギフトセットを5名様にご提供いただきました。なお、今日のハーフタイム抽選会のキーワードはもう一回言っておきましょう。 100% 100% ですからね、ぜひこちらを書いてビファーレ長崎の公式アプリからご応募いただけますので、ぜひぜひご応募ください。はい、今シーズンもたくさんのパートナー企業の皆様に支えられております。本当にありがとうございます。この後
1時20分頃からはそんな応援をいただいているパートナー企業の皆さんをご紹介いたしますので、ぜひ大型ビジョンにもご注目ください。誰かを思う、思いを重ねる、長崎の眺望をおもてなしに、大切な人とその日を迎える。ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート。350年前糸商としてスタートした私たちモリリン、繊維の総合商社として製品を開発し、ブランドを育て、事業化を進め、糸から始まる全てのことを想像してきました。一本の繊維から糸が生まれ、生地が生まれ、愛されるものとなって、モリリンから世界の人へ。はい、突破のこと印刷の会社だと思ってません？ああ思っちゃってる。いや別に思ってませんけど、でも名前が突破印刷。名前で判断するんですか？するでしょ、会社なんだから。安易だな。じゃあ何の会社なんですか？突破する会社ですよ、突破だけに。結局名前じゃないですか。突破、突破。夢たちのお金会議。メキシコ旅行行けそうにないな。プロポーズするのも正直厳しいよな。指輪からだもんな。俺は車が欲しいっていう夢なんだけどさ。おっ、びっくりした。あれ、この結婚するっていう夢っていうか俺いいとこまで来てんじゃない。俺も実は目標の半分まで来てたりさ。俺のもあんじゃん。見えるか、素晴らしいね。いいね。意外と溜まってる。夢までの距離が見えるお金管理アプリ、ウォレットプラス。
今日はビビ君から皆さんにお礼と報告がございます。元気もちもち 100% で頑張りました。2月12日土曜日に開催されました富士フイルムスーパーカップ2022のハーフタイムで J リーグマスコット総選挙2022の上位3マスコットの順位が発表されました。皆さん本当にたくさんの投票そしてご協力ありがとうございました。もう私もドキドキしながら見てたよ。ビビ君もドキドキしたよね。さあそんなビビ君の順位を改めて発表しましょう。こちらマスコット総選挙2番。よく頑張ったよね。ねえすごい。そしてねちっちゃく書いてるのが運動会も頑張りましたということで書いております。そうなんですよ。あの YouTube ライブでも放送になってましたがビビ君は玉入れとリレーに参加してリレーすごく早かったね。普及インストラクターのなぎちゃんからねもうスパルタで教えてもらってたからねもう本当に早く走ることができました。皆さん本当に応援ありがとうございました。あの今年も新型コロナウイルスの影響で選挙期間中にファンの皆様と直接、ね、こう触れ合うことができなかったんですが皆さんのあったかい応援に支えられてさっきのように元気もちもち 100% ということでね楽しく活動することができました。ビビ君からのメッセージです。応援してくださった皆さんありがとうございました。マスコットのお友達やサポさんたちといっぱいもちもちっとできてとっても楽しかったですということです。本当にありがとうございました。さあそしてビビ君ここからはかわいいゲストが登場です。どうぞ。おー来た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 すごい大きい。意外と大きいんだ。あ、ごめんね、ごめんね。はい、そうなんです。東京ヴェルディからビビルンがやってきました。ようこそ長崎へ。ビビ君がね、以前お邪魔させてもらったんですもんね。で、今日はビビルンが長崎まで遊びに来てくれました。なんかツイッターではお餅持ってこようかなって書いてたけど、お餅ビビ君にあげたの？もらった。あ、ありがとうございます。本当に。ビビ君をこれ以上太らせてどうするんだろうといった感じもしますけどね。本当にありがとうございます。リベルン、さあリベルンって実は他のクラブに遊びに行くのはここビファーレン長崎が初めてなんだって。ねえ本当に嬉しいです。あ、サッポさんもねみんな拍手してくれてるよ、ね、皆さんにほらカメラに向かってアピールしちゃっていやありがとうということでちょっと今ね、お直しが入ります。よいしょと。ちょっとずんだれちゃったね。ビビ君が隠してくれてる。さあ、ということでね、恥ずかしい恥ずかしい。お直ししまして、ビビ君とリベルン、今日はちょっと楽しんでいきましょうね。ということで、今日何をしようかなっていう話だったんですけど、リベルンから提案がありまして、ルンルンお帽子ファッションショーを行おうと思っております。さあリベルンといえばチャームポイントの一つがこのお帽子、これは帽子と呼んでいいんでしょうか。なんかね被るものになっているんですけれども、ぜひねこれがやっぱりすごく似合ってるということで他のお帽子姿も見てみたいなということで今日今はねビビ君の被り物をしてもらってるんですけど、ちょっとリベルンこっちに来てもらっていい？でビビ君こっち向こうに行ってもらっていい？はい、今このようにお帽子後ろ見えるかな？リベルンちょっとこっち来いか。こっち来いか。リベルンこっち。はい、このようにお帽子をご用意してみました。あのビビ君がねよく被ってるお帽子なんですけれども、この中からリベルンに被ってもらってどれが一番似合うかなっていうのをしてみようかなと思っております。リベルンちゃん。この中でいろんな帽子あるけど、どれかぶってみたい？どれでもいいよ。これ、麦わら帽子。麦わら帽子だって。これかぶってみようか。自分でかぶれる？いける？ちょっと今のこの、これをちょっと一回外そうか。おっ。よっこしょ。よっこしょ。
これもこれも脱いで、これも脱いじゃう。これを脱いだ状態で、じゃあビビスもお手伝いして、リベルンいける？お、よいしょ。あ、持ち方があってね、しっかり、あ、向こう見て、ちゃんとこうやって持っていきますよ。リベルン、せーの、よいしょ。あちょっとビビ君にかぶらせてもらうか。ちょっとしゃがめる？よいしょ。よし、でビビ君が良い子だし、上手に上がってよ。はい、ゆっくり上がりましょう。ゆっくりゆっくり、あ、いい感じ。なんか麦わらの一味みたい。いい感じだよ。あ、かわいい。ちょっとルフィみたいな感じで、あ、いいよ。これ拍手も来ました。似合ってるやん。これはいい感じですね。みんなね、ビビ君どう？グッドグッド。お、似合ってる。次、もう一個ぐらいかぶっちゃおうか。もう一個ぐらいかぶっちゃう。今度何しようか。郵便屋さんと、あと幼稚園と、あとこちら海の船長さん。どれにする？これ、船長さん。よし、じゃあこれもくるりんぱする。ビビ君がやる。じゃあこれも少ししゃがんで、できるかな、できるかな。よし、この辺、よし、上がってできました。あー、いい感じ。かっこいい。今度はかっこよくなったよ。ちょっとリベルン結構何でも似合うね。似合うね。いいね。この丸いフォルムはやっぱいいのかな。すごく似合ってる。たくさんありますけど、どうしようか。どれが似合うかな。うん、もう一個行ってみる。ちょっと後でね、あのサポーターの皆さんにどれが一番似合ってたかを聞こうかなと思うんで、この幼稚園の帽子いっちゃおうか。オレンジ、ちょっと緑とオレンジも合うかも。せーの、オッケー、よし。サリベルン、カメラを見てくださいなんかちょこってかわいいかも。ちょっこり乗ってる感じが。これもまた意外、何でも合うな。わ、ポーズも決めて、いい感じだよ。いい。あ、リベルン、ちょっと足元にも振ってほしい。ちょっと足元まで、ほら、あざといな。あら、あら、ちょっといろんなポージングができるのね。いいよ、リベルン、いいよ。これで来年のマスコット総選挙は、結構、リベルンにも票がいくかもしれない。よし、じゃあ、最後郵便局のお帽子、ビビ君がねよくねかぶっているお帽子です。これわかるかな。こんな感じで逆からかぶせる。あ、紐をもうなしにしてね、中に入れちゃう。 OK、 よいしょ。マイク持ってくれるの、ありがとうね。何でもできる子やで、あんたは。よし、これでビビ君が最後のお帽子です。よいしょちょっと届かなかったね。ちょっとはみ出してるけど、待てよ、ビビ君待てよ。もうはみ出してるけど、いきます、せーの、どーんこれちょっとちっちゃかったかなちょっとちっちゃい感じだったね。でもいい感じ、郵便局員さんになりましたよ。さあ、ということで今4つのお帽子をかぶっていただきましたが、皆さんどれが似合ってたかな。え、麦わら帽子が似合ってると思った人、拍手。あ、多い。幼稚園のお帽子が似合ってると思った人、あれ少ないな。ということは船長さんが似合ってると思った人、あ、多いね。あ、じゃあ最後、今かぶってた郵便局のが似合ってると思った人、船長さんだね。じゃあね、船長さんが一番似合ってました。今度ぜひね、これあのリベルン用の作ってもらってもいいかもしれないね。ね、さあ、そしていやでもリベルン、やっぱり最終的にはお帽子をかぶろうこれね、どうする、自分でかぶる、かぶれる、このまま、
あ、逆か、こうか、あ、やってみる、やってみようか。さあ、いきますよ、せーの、よいしょ、あー大変大変大変ちょっと若干汚れちゃったごめんね、雨の中こんな。そしてちょっとずれてるけど、でもリベルン、やっぱりこれがリベルンだね。あの今日ね、この後グリーティングも一緒に行くのかな。ぜひね、その時は皆さん、あの声は出せないですけど、手を振ったり手拍子でリベルンにも声援を送ってあげたらと思います。リベルン、ここまで付き合ってくれて本当にありがとうございました。リベルン、ビビ君にも大きな拍手をお送りください。ご来場のファンサポーターの皆様、今日は通常のビビ君のシールが貼ってあるお席だけではなくて、それ以外の席もご利用できます。ご案内でした。安全で迅速、確実丁寧に依頼された荷物を運ぶ長距離トラック。私たち幸運トラックは徹底した安全対策と人材の育成に力を注ぎ、常により高度で高品質の輸送サービスを提供しています。幸運ホールディングス株式会社。スタート。ニコラス・ケイジです。私の名前はルー大芝。土曜の夜は嫌なこと忘れてサタデーナイトフィーバー。 TR 出てきて夜次元 TVer でも配信中。ファイナルアンサー、はい。サッカーには夢がある。サッカー is dream。 フットボール is sonho。 フットボール is ein traum。 足球是梦想。축구는꿈이다。頑張れビハーレン長崎。美しいクーペスタイルに高ドアの使いやすさを、インポートカーオブザイヤー受賞、 BMW 2シリーズグランクーペ。私たちは九州がスホールリングス九州がスホールリングス。私たちはガスだけじゃない、たくさんの仕事でこの街を元気にしてます。一緒に働いてみませんか。九州ガスホールディングス。カードの残高不足は困りもの。 N タスクレジットはオートチャージで安心便利。定期券更新もウェブで楽々、家族全員の更新も可能です。 N タスクレジット、お申し込みはウェブへ。ワイママ親子食堂、いらっしゃいませ。メニューは親子丼だけ。ワイママ親子丼と割引。親子丼、子供丼、結構親子丼、親子丼。
個ドーンとお得、ワイモバ親子割り、ワイモバでダーン。それではここで2022シーズンのグッズ情報です。まずはやっぱりこちら、試合観戦に欠かせないユニフォームですよね。今年も長崎出身のアートディレクター岡本一生さんによるデザインとなっています。今年のテーマはビファーレン長崎の V の意味の一つでもある多様性、ホームアウェイともにグラデーションを使用したデザインとなっています。ホームユニフォームは一人一人の多種多様な個性が集まりながらチームが結束していくイメージをデザインに込めています。アウェイユニフォームは世界に飛び立つ様子をドットで表現しています。ビファーレン長崎も未来に向かって長崎から世界へという思いを込めてデザインしていますよ。さあ続きましてこちらです。2022シーズンも完成しましたイヤーブックです。ビファーレン長崎のすべてが盛り込まれた一冊で、2022シーズンは選手の基本情報に加えアンケート企画も実施、その他ビファーレン長崎に関わる人たちの今シーズンにかける思いを対談を通してお届けします。イヤーブックでしか見ることのできない企画や情報が盛りだくさんです。これを読めば2022シーズンビファーレン長崎のすべてがわかりますよ。ぜひぜひお買い求めお願いいたします。さあ続いてご紹介しましょう。試合観戦時に欠かせないものといえばこちら、タオルマフラーですよね。選手別のタオルマフラー、フィールドプレイヤーのファーストユニフォームがモチーフになっています。グラデーションが綺麗ですよね。続きましてエンブレムのタオルマフラーです。こちらは今年のセカンドユニフォームがモチーフになっています。そしてもう一つがビビ君がデザインされたタオルマフラーです。こちら首にかけて正面から見るとビビ君のお手手がチョキグーチョキチョキになっていまして、2022年を表現していますよ。今年ならではのグッズとなっています。さあさらにですね、2022シーズンとことん試合観戦を楽しんでいただくためにお得なセットをご用意いたしました。タオルマフラー、マスク、S フラッグの応援グッズを3点セットで購入しますと10% 割引でご購入いただけます。ぜひこの機会にお求めください。さあそしてこちら見えますか、グッズ売り場の向かい側には今回もガチャガチャをご用意しております。2022シーズンのユニフォームがモチーフになったラバーキーホルダーが登場していますよ。どれが当たるのかは開けてのお楽しみに、カバンやポーチにつけて楽しんでくださいね。その他にもエンブレムやロゴのピンバッジ、ステッカーや S サイズフラッグなど、いつでもそばにビファーレンを感じる新商品が盛りだくさんです。ぜひ身につけて一緒に応援をお願いいたします。本日グッズ売り場は場外メイン階段そばとバックスタンド入場口向かいにてオープンをしています。キャッシュレスでのお支払いのご準備をお願いいたします。キャッシュレス手段をお持ちでない方もオリジナルプリペイドカードでお買い物ができますよ。さあそれではここで抽選会のご紹介をいたしましょう、はい、今日は2022年新しくスポンサーになっていただきました企業様から豪華なハーフタイム抽選会の商品ご提供いただいております。ありがとうございます。さあそしてハーフタイム抽選会プレゼントのキーワードはこちら、 100%、 100% です。ビファーレン長崎公式アプリから試合開始後14時15分までご応募いただけます。ご応募お待ちしています。
それではここで本日のボールパーソン参加要員をご紹介いたします。本日はビファーレン長崎 U18 の皆さんに務めていただきます。こんにちは、ビファーレン長崎アカデミーです。今日は開幕戦ということで、これからのビファーレン長崎にとって大事な一戦になります。声は出すことができませんが、皆さんの心の中での熱い応援が選手たちを後押しします。今日はまず勝利することができるように皆さんでいい雰囲気を作っていきましょう。気をつけ、礼。よろしくお願いいたします。さて本日は2022年新しくスポンサーになっていただいた企業様より豪華なハーフタイム抽選会の商品をご提供いただきました。トランスコスモス株式会社様よりジャパネットでお買い物ができるウェブクーポン1万円分を3名様、有明ジャパン株式会社様よりカレー&シチューギフトセット常温品を5名様、株式会社竹中工務店様よりビザギフトカード1万円分と竹中大工道具店大工の手ぬぐいを3名様、ジャパネットグルメ定期便様よりグルメ定期便で紹介している商品を3名様。ハーフタイム抽選会プレゼントのキーワードはこちらです。ビファーレン長崎公式アプリから試合開始後14時15分までご応募いただけます。ぜひご応募ください。ここで駐車場の利用についてのご案内です。スタジアム近隣の商業施設への無断駐車は絶対におやめください。すでに止めている方は直ちにご移動をお願いいたします。マナーを守り、楽しくビファーレン長崎を応援してくださいますようどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。こんにちは。ここからは、我々ですねちょっと2名でお送りさせていただけたらなというふうに思っているんですけれども、はい、我々2名がですね、パートナー推進課という、スポンサー様と、の仲間を増やす舞台のチームになっております、はい、で今シーズン無事開幕を迎えられまして約200社以上の、スポンサー様に、ご支援をいただく形で開幕を迎えることができました。ありがとうございました。で、2時からキックオフということなんですけれども今日ですねハーフタイム抽選会にたくさんの景品を出していただいておりますので今シーズンよりオフィシャルスポンサーになっていただきました以上になっていただきました5社ですねご紹介させていただきましてぜひスタジアムにまだ間に合いますので来ていただけたらなというふうに思いますので、中島の方から説明をさせていただきます。はい、それではですねまずは今シーズントップパートナーに加わっていただいたのは三井住友海上火災保険株式会社様です。今シーズンのユニフォームの背中の下ですねの方に入っていただいております。今回、開幕戦のマンオブザマッチ選手が勝ってですね活躍した際にですねお渡ししますこちらです。なんとじゃん、見えますね、こちらですね今話題のヒルトン長崎様の食事宿泊に使える食品商品券を3万円相当分ですねいただいております。今回活躍した選手の方にはこちらをお渡ししたいと思っております。皆さんの活躍をですねユニフォームの背中から支えてくださってくださるスポンサー様でございます。はい、続いてですねプレミアムパートナーに加わっていただいたのはトランスコスモス様でございます。今シーズンのユニフォームの鎖骨右側に入っていただいております。今回ですね、開幕戦のハーフタイム抽選会こちらはハーフタイム抽選会の方ですの方に、ジャパネットでお買い物できるウェブクーポン1万円分を3名様にご提供いただいております。次に、オフィシャルパートナーに加わっていただいたのはジャパネットグルメ定期便様です。ビビ君のユニフォームの背中の下ビビ君にぴったりの、スポンサー様になっております。ハーフタイム抽選会の商品としてジャパネットグルメ定期便で取り扱っております商品を3名の皆様にプレゼントさせていただきます。続いてスタジアムバックスタンド側に新しくですねコーナータペストリーができて2つ出ているんですけれどもリファーレンナが新たにオフィシャルパートナーとして加わっていただいた竹中工務店様よりハーフタイムの商品としてビザのギフトカード1万円分と竹中大工道具館大工の手ぬぐいをセットにして3名様にプレゼントさせていただきます。最後に昨年よりサポートいただき今シーズンはオフィシャルパートナーになっていただいておりますリファーレンカレーでおなじみの有明ジャパン様この、今回ですねハーフタイム抽選会としてカレー&シチューのギフトセットを5名様にプレゼントさせていただきます。今回すごいたくさんの方々に本当ですね、はい、ご協力いただいておりますので、はい、皆様ぜひ振るってご応募いただければと思います。ぜひスタジアムにお越しいただけたらまだ抽選間に合いますのでぜひ来ていただけたらなというふうに思っております。で最後、私たち今マスクをつけているんですけれども、今シーズンのスローガン 100% ですね入っております。でビファーレンのロゴが入っているんですけれども実は、こちらのマスク諫早市の丸眉湯様から、ご提供いただきましてスタッフそして選手、つけて、一丸となってですね今シーズンを迎えております。で、グッズ売り場の方にですね12番というサポーター番号が入ったマスクを、980円の税込みで販売をしておりますのでぜひ皆さんも、チームとそして会場一丸となって応援ができればと思っておりますのでぜひウェブサイトの方から購入をいただけたらなというふうに思ってます。今選手たちが一に出てきたので、はい、そうです。じゃあ応援を、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。福良健選手のフェイバリットソングをセレクトしてスピン。諦める諦めない、決めるの自分、広げてもいないんじゃない、その地図、失敗を顧みず追えば追うほど輝きます、夢でも夢じゃない、
追いかけるのもたやすいことじゃない。しかしやってもないのに愚痴るばかり、実は夢追いかけたいのに口癖のように誘導せ、物事暗く悪い方へ。そう思うのはむしろ簡単、早いよ自分見切る判断。そんなアンサー、つまりネガティブ思考、捨てて今日から前向きに行こう。絶えず聞こう胸の奥、聞こえるだろ力強い死ね。 No No、 やれるやれるまだやれる、心の底で力を貯める、そして叶える。 Yo、 君の人生費やした時間を称える。負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね。 Hey、 どんな夢でも叶える魔法、それは続けること。可能性試してないんだ、 You know say、 せっかく生まれてきたならもう少し頑張ってみな。時にバカにするやつもいるだろう、ならば見せてやれ悔し涙を、そして笑え、むしろチャンス言ってやりなよ、そいつにサンキュー。泣いた後でも問題ない、かっこいいじゃん、隠すのもったいない。顔を上げて毅然とした態度で最高の大声で叫べ。負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね。 Hey、 どんな夢でも叶える魔法、それは続けること。苦しみ悲しみ、その先見える光、自分の道ずっとずっと continue。 できないからやらないんじゃない、できないからこそやるんじゃない。それでもいい、でも諦めたくないから、時には風が吹いたって、そこには夢が待ってんだ。苦しみの先にある輝く未来を信じて、当たり前だと思ってた日常が、あっという間に姿を変えて、どれだけ涙流してもこの不安はずっとのさばってる、蝕んでる。なんで自分ばっかこんな辛い思い、いつまで我慢したら抜け出せるの。ちょっと神様、人
思い通りにいかなくたって上手に笑えなくたってそれでいい、それでもいい、でも諦めたくないから時には風が吹いたってそこには夢が待ってんだ苦しみの先にある輝く未来を信じて優しくしてくれてありがとう心配ばかりかけてごめんねごめんねどれだけその一言で頑張れたかあなたという全てが希望なんだよ誰のせいでもない定め ただいま我らがビファーレン長崎のフィールドプレイヤーがピッチに登場しました。2022シーズンまた新たな物語を J1 へ向けて紡ぐ選手たちをどうか大きな大きな応援の拍手で鼓舞してください。笑えたらそれでいいさいつになっても構わないさ明日が今日より少しでもいい日になりますように時には雨が降ったってそこには夢が待ってんだ水たまりに青空映し綺麗な虹がかかるように光輝く未来へ。やが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 よ。それではここでビファーレン長崎の2022年オフィシャルスポンサーを紹介します。2021年から引き続き支えていただいているスポンサー様、2022年から新たに加わったスポンサー様も数多くいらっしゃいますのでご注目ください。トップパートナージャパネットホールディングス、 MSC クルーズジャパン、三井住友海上、 Y モバイル、プレミアムパートナートランスコスモス、メモリード、メモリードライフ、モリリン、突破印刷、18神話銀行、オフィシャルパートナー富士企業、ケルヘアジャパン、三菱電機、ジャパネットグルメ定期便、長崎ベルカ、県愛会前田院、長崎銀行、竹中工務店、アルインコ、幸運ホールディングス、ヤマゼン、
長崎国際テレビ A&Live 松藤グループ長崎バスグループ ITI 有明ジャパンエレナエレクトロラックスお客様へ社員へ感動を九州ガスホールディングスプラチナサポートカンパニー NBC 長崎放送清涼環境開発長崎リパーツ西九州マツダバーレン西九州ゴールドサポートカンパニー足立有明商事石丸岩崎本舗岩テック NCC 長崎文化放送エピクルー大野運送加賀ソルネット旧電工極栄産業 KTN テレビ長崎細部ガス長崎堺整形外科医院佐田企画佐田松病院サンビット聖公園ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング長崎新聞社ハウジングロビー橋本商会ビバシティ富士エアテックホルス本格焼肉竹林丸高生鮮市場迎え健康麦焼酎壱岐限界酒造明治安田生命保険総合会社長崎支社シルバーサポートカンパニーアーネスト。はい、それでは今シーズン初の、選手トークショーということで浅沼優選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ついに今日開幕迎えましたけど、チームが始動して約6週間ぐらい、チームには慣れましたか？チームにはもうだいぶ慣れました。はい、キャンプ3週間いて、ここ2週間は長崎で最終調整してましたけど、チームの雰囲気はどうですか、開幕に向けて？そうですね、やっぱりみんな目標に向かって、まあ、チーム団結してるというか、まあ、監督が掲げるサッカーを、選手一人一人が体現して絶対昇格しようっていう目標に向かってやっているので、とても、士気は高まっていると思います。キャンプ期間中には貴重なオフの時にリリ君のイベントにも出ていただいて、オンラインでありがとうございました。よくしました。嬉しかったです、絡めて。はい、もちろんリリ君投票されてましたか？もちろん僕は毎日投票してました。最終的に、まあ、先週結果出て2位という結果でしたけど、その結果についてはいかがですか？まあ、2位という結果はとてもすごいと思うので、まあ、ただビビ君のやっぱりあのかっこよさ、かわいさ、あざとさをもっと知って皆さんに知ってもらえれば、まあ、1位を目指せると思うので、また来年あれば1位にさせてあげたいと思います。もうかっこよさもう分かってるあたりがさすがですね。はい、もうこの2ヶ月ぐらいでだいぶもう勉強しました。さすがです。はい、ありがとうございます。今日は開幕戦、東京ヴェルディとの試合ということで、ヴェルディというのはどういうチームだなというふうに思っていらっしゃいますか？まあ、ヴェルディの選手は個人個人の能力が非常に高くて、個人技でドリブルなどが上手い選手が多いので、まあ、そういうところを長崎はしっかりと対策して長崎の良さを出していければな、いい試合になるんじゃないかなと思います。そんな長崎の良さを出すために長崎で注目している選手、どなたになりますか、今日のスタメンの中で？やっぱり奥田でしょう。奥田でしょう。はい、どういうところに注目してますか、奥田選手の？まあ、やっぱりインスタライブとかを見ていただけると彼の性格というか、まあ、分かると思うんですけど、まあ、そう、ああいった感じとはまたピッチの中では全然違くて、やっぱりよく走るし、賢いクレバーな選手だと思うし、やっぱり美味しいとこ持っていく、しっかりゴール取るとこでしっかり美味しいとこ持っていくタイプの選手なので、僕は期待、奥田選手に期待してます。確かにピッチ内外のギャップが一番すごい選手かもしれないですね。ピッチ外ではのほほんとしてるって、ちょっとみんなから天然宇宙人とか言ってますけど、ピッチ内だったらすごい献身的なプレーで、はい、トレーニングマッチではゴールもいっぱい決めてますし、浅沼選手の注目は奥田選手ということで、はい、今日あいにくの雨ですけど、やっぱり雨ってなると、まあ、トレーニング
も雨降ったりするとやっぱり感覚違うもんですか？そうですね、まあ普段から晴れの時でも結構ピッチに水が撒いてると思うんで、まあそのボールの滑りとかはそこまでは最初変わらないと思うんですけど、まあでも今日ぐらいやっぱり雨が降ると水たまりができちゃったりするとやっぱり状況は変わってくるので、まあ素晴らしいピッチだと思うので、まあそこを、まあ、天候も考えてプレーして、まあ、もちろん分かってると思うんで選手みんなは、まあ、そこを考えてやっていければっていうふうに思います。今日なんかすごく外にいると寒くて、あ、もうかじかむぐらいなんですけど、なんか寒い時の対策とか、こういうアップする時こういうことに気をつけてることとかあるんですか、選手の皆さん？そうですね、まあ体は冷えないように、まあ、自分で、まあ、そのピッチのアップに入る前に、まあ、ストレッチだったりとかちょっと筋トレをして刺激を入れたりとか、いろいろな選手個人個人で考えながらやって、しっかりとその決められた時間で試合に持っていけるようにっていうのを選手みんながやってると思うんで、そういうところは、まあ、雨の日も晴れの日も変わらず、持っていってるところだと思います。ゴールキーパー特に寒さを感じるんじゃないですか？そうですね、まあ、やっぱりセービングとかしてるとやっぱり水も染みますし、寒い日なんて特に冷たい水は感じるので、まあ、冷たいと思いますけど、まあ、そこはそういうポジションなんでもう慣れました。そんな大変なゴールキーパーなのは浅沼選手ですけど、いつからキーパーというのは始められたんですか？きっかけとかもし。そうですね、まあ、小学校5年生の時にまあ、サッカーを始めて。4年生の時に始めて。結構遅い、はい、でチームにキーパーいなかったんでそこでやらされたという。やらされた、まあ、結構やらされて始める人が多いですよね、キーパーって。はい、まあ、そんなにサッカーも興味なく、バスケが好きだったんで、へ、まあ、中学校入ったらバスケ部に入ろうと思ったんで、まあ、キーパーでもいいやっていう感覚で始めました。そんなやらされて始めたゴールキーパーでプロ選手になるぐらいのさすがすごい能力の持ち主だと思うんですけど、あのファンの方々からいろんなメッセージとか質問をいただいているので、はい、そちらに答えいただければと思うんですけど、あのちょうどサッカーを始めたきっかけ、ゴールキーパーを始めたきっかけにもお聞きしたんだけど、サッカーを始めたきっかけって何かあるんですか？サッカーを始めたきっかけはやっぱり周りの友達が本当にほとんどがサッカーのクラブに入っていて、まあ、自分は昼休みとか放課後にサッカーする程度だったんですけど、小学校4年生ぐらいの時に急激に太り始めて で両親がずっと入れそのサッカークラブに入れてくれなかったんですけど、はい、太った自分を見て、はい、そろそろ始めるか入れてくれました。はい、太り始め、太ってたんですか？まあ、めちゃくちゃ太ってたわけじゃないですけど、ちょっと、まあ、運動した方がいいかな、はい、ってぐらいになって始めました。結構サッカー選手としては珍しいきっかけ、はい、なんでサッカーが好きだからとかそういうことは全く始めなかったです。なるほどですね。はい、じゃあちょっと長崎に関する質問もいくつかいただいてますけど、はい、長崎で長崎グルメはもう食べましたか？食べました。あ、そうだ、紹介してもらって、はい、ジャガちゃんも食べましたし、あと長崎市の、はい、何でしたっけ、スルちゃんスルちゃんでしたっけ？スルちゃん知らないですか？喫茶店ありますよね、九州最古の。スルちゃんってとこに行ってトルコライスと、あ、トルコライスミルクセーキ、なんかアイスみたいなやつ食べました。休日の日とかやっぱそういう喫茶店に行ったりとかなんか食べに行ったりっていうのが好きなんですか？そうですね、まあ今、まあ、一人で行動することが多くなっていて、はい、まあ、何しようって言った時に本当に楽しみって言ったらご飯を食べることとかぐらいなので、はいはい、美味しいものなどを巡るのは今のオフの過ごし方です、ね、なるほど。なんかその他に趣味とかっていうのもあるんですか？家にいたら映画見てるとか。そう、うん、どうだろう、まあでも温泉とかに入りに行くとか、
割と出かけたりする方が好きですね。温泉好きですか？温泉好きです。温泉はちょうど質問がファンの方々が来てます、はい、どっか長崎で行かれた温泉、結構長崎温泉が多くて、はい、島原の方とか、はい、あの小浜温泉に行きました。行ってる行ってる。足湯の長い、あ、日本一長い足湯、足湯のとこに行って、であとはあの雲仙の地獄巡りみたいな、そこを見ました。見ただけ？見ただけ。じゃあ、まあちょっとコロナが収まれば、そうですね、もうちょっとしたら行ってみたいなと思います、はい、行っていただいて。温泉と食がじゃあオフの日は結構多いということで。そうですね、それが多いです。ちょっと話はずれるんですけど、ポケモンのヤドンが好きっていう情報を、はい、あのありまして、はい、ちょっとそのヤドン好きの経緯を教えていただいてもいいですか？僕が昨年までいた香川県がの県のポケモンいいですか、はいはいはい、香川県がうどん県って名乗ってて、はい、でそのヤドンが多分響きが似ているからなのか分かんないですけど、それでヤドンがその香川県のポケモンに認定されていて、はいはい、でその各町町とか市いろいろなところにヤドンのマンホールが15、6箇所ぐらいあって、そこを巡ったりしていた、それをインスタに載せたりしてたので、それを見てくれたサポーターの方がまあヤドンを好きということで、まあとても可愛いんで、まあ癒されてました昨年までは。長崎にはあのビビ君のマンホールが諫早にはあるので、はい、ぜひ巡ってインスタに上げてもらえれば。絶対行きます。じゃあ次のオフはもうそれということで、はい、もしあそこにビビ君のマンホール行ってからフルーツバスで行きます。諫早市が作ってくれているのはリファーレンロードの中に、はい、リファーレンロードっていう諫早駅からスタジアムまでマップがこういうふうに寄っていただいて、すごいあるんですけど、ビビ君のマンホールの場所も、まあ、マンホール、はい、リファーレンロードの中にスタジアム後これそこだけ、その、右の浅野選手の近くのマップは、あ、拡大、リファーレンロードのマップを拡大したものですね。ここが諫早駅で、こっちがトラスタ方面、そうですね、で途中にマンホールがあるらしいので、あ、必勝祈願した諫早神社の、はい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 、すぐ裏側、はい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 、あそこですね。分かってきました。はい、じゃあ、あの行きます。次の方はぜひ、はい、行っていただいて、はい、じゃあ、あのお時間もそろそろ来ましたので、最後にあの今シーズンの意気込みを浅沼選手カメラに向かってファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日からリーグ戦が始まるってことですけど、まあ、僕自身は、しっかりとトレーニングからアピールし続けて、試合メンバーに絡めるように、そして試合出て勝利に貢献できるように、毎日毎日、今を大切に頑張っていきたいと思います。でチームは絶対に J1 に昇格して、サポーターやスポンサー関係者の皆様と共に喜び合えるように、毎日を過ごしていきたいと思いますので、今シーズンもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ついにシーズン開幕ですが、浅沼選手も言ったように今 100% で頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のトークショーは浅沼優選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
戦う俺がいる、きっとそうなの、どうなの、未来の俺らの状況はまだ見たことない未来で、勇敢に戦う俺がいる、きっとそうなの、どうなの、未来のみんなの状況はまだ選手の皆さんは時間となりましたので、ウォーミングアップを終了してください。選手の皆さんは時間となりましたので、ウォーミングアップを終了してください。さて、この度長崎県の魅力を多くの人に伝え、さらに長崎を共に盛り上げていく長崎奉行にビファーレン長崎の高田春奈社長が任命されることとなりました。このお時間をお借りし任命式を行います。今日は長崎県副知事の平田健様にご来場いただいております。では平田副知事、お願いいたします。皆さんこんにちは、長崎県副知事の平田です。今日は高田春奈社長に長崎奉行の贈呈に参りました。長崎県では長崎でご活躍をし、長崎県にご貢献いただいた方が県外に転出される際に長崎奉行ということで、今後の長崎県の PR をお願いをしております。今回退任される高田春奈社長に長崎奉行をお願いしたところ、快くお引き受けをいただきました。今後 J リーグの常任理事としてますますご活躍されると思いますが、長崎県の PR をぜひよろしくお願いします。さあ、春奈社長、今後もビファーレン長崎への応援、そして長崎県の発信へのご協力、よろしくお願いいたします。そして平田副知事、ありがとうございました。なお、平田副知事には後ほどキックインをしていただきます。こちらもよろしくお願いいたします。はい、最後エンディングとなります。リビ君とリベルにまた来ていただきました。最初の場内のイベントはどうでした？2022明治安田生命 J2 リーグ第1、楽しかった。ちょっとね、雨が降ってたので、皆さんの前じゃなくてね、ちょっと軒下の方でさせてもらいました。 YouTube でも結構みんな反応してくれて、どれが似合うとかっていうコメントをいっぱい来てましたよ。ねえ、ビビ君いろんな帽子かぶるけど、ビビ君すごい全部似合ってたもんね。2人でその後のグリーティングはどうでした？サポーターの皆さんの前に。みんな歓迎してくれましたか、リベルちゃんの。あ、喜んでくれた。初めてのお出かけはどうでしたか、初めてのお出かけは。すごい、なんかオープニングの時よりだいぶまた仲良くなったね。またこの後入場も一緒に。お、じゃあ入場シーンは YouTube では見れないので、この後ダゾーンに切り替えて皆さんに見ていただいて、ぜひまたこの後も試合、ここまで10分
切ってますので、2人は入場の準備をしてもらって、ぜひ選手たちに力をあげてください。YouTube ご視聴の皆さんはこの後、ぜひ、ダゾーンに切り替えて試合を見ていただければと思います。また、今後ホームゲームではどんどん YouTube の方もやっていきますので、ご覧いただければと思います。それでは、この辺で YouTube の方は失礼したいと思います。最後2人のスクショの時間ということで、ポーズを。ポーズしよう、ポーズ。はい。ぜひ皆さん、今がチャンスです。今がチャンスです。じゃあ、これでお別れです。皆さんありがとうございました。バイバイ。